一般路線車貸切り車朝倉市、相乗りタクシー株式会社天城観光バスは、福岡県朝倉市の旧天城市地区を中心に、貸切バス、乗り合いバス、タクシーを運行する事業者である。略称は、カンカン。本社を、天鉄天城駅北方の福岡県朝倉市大和天城線三1396番地に,に置き、貸切バス、路線バス、 タクシーを同一施設で管理している。天鉄天城駅前にもバスの待機用駐車場を設けているほか、西鉄天城線、まだ駅近くにも路線バス車庫を設けている。貸切バス事業とタクシー事業を行っていたが、2001年4月1日、当時の天城市内でバスを運行していた西日本鉄道が、天城幹線を除く天城市内、近郊路線から撤退したのを受け、 同社が運行していた路線を引き継ぐ形で、路線バス事業に参入した。福岡県、貸切バス協会加盟企業であり、社団法人日本バス協会の会員にはなっていない。対象となった路線は、天城市が中心であったが、一部の路線は、朝倉町、三和町、田主丸町にも及ぶ。運行経路は、西鉄時代と基本的には同じである。 運行本数は西鉄時代に比べ若干減便されているが、西鉄は天城駅から約800メートル離れた天城バスセンターを運行拠点にしていたのに対して、天城観光バスは天城鉄道天城駅前のロータリーを運行拠点としており、西鉄時代は天城バスセンターから発着していた路線も全路線、全便が、 天城駅前を発着となったので、鉄道との乗り継ぎの利便性は向上している。天城バスセンターには、乗り入れず、バスセンター脇の国道386号線上に、天城中央停留所を設けている。路線図、時刻表は、朝倉市のホームページ上で公開している。営業所でも、時刻表を配布している。秋月線田主丸線両地区橋を渡るバス三輪。 山熊線、天城市街地、循環線、天城市街地、循環線の車両、松丸線、長渕線、佐田線、矢野竹線、南の森線、南の森線市街地、コースプリペイドカードや IC カードなどは導入されていない。また、3区パス運営委員会に加入しておらず3区、パスも使えない。一般の貸切バスのほか、特別支援学校のスクールバスを運行している。また、 一時期サンシャインツアーが主催するツアーバスの受託運行を行っていた。一般路線車はすべて三菱製で2台のみ西高ボディの車両が存在する。また全車ともワンステップバスである。天城市街地巡環線の一部にはジャンボタクシーを充当する。貸切車は三菱が中心だがトヨタのマイクロバスも保有するほか他社からの譲り受け車については 日の車も保有している。ほとんどが純正ボディであるが、こちらも一部に西高ボディの車両が存在する。塗装は一般路線車および大型貸切車、マイクロバス貸切車は基本的に白色と薄紫色のツートンカラーである。デザインは一般路線車と貸切車で異なっており、一般路線車にはニューライフアマギのロゴが入り、貸切車両には 風という文字が入る。中型、小型貸し切り車は白地に朱色、黄色、青色の帯を入れたデザインである。朝倉市から委託を受け、相乗りタクシー副乗船、南の森線、矢野竹線、まだ線の運行を担当している。そのうち、まだ線は原則として5人の量、その他の路線はトヨタハイエースを使用する。ありがとうございます。